こんにちは、伊集院ゼロです。ついに待ちに待ったアルハイゼンが実装間もなくとなっています。なので今回は現時点で分かっている情報からアルハイゼンの性能を考察したり、あと相性が良さそうなパーティーだったり武器、生物についても考察していこうかなと思います。まずは育成素材からお話しします。必要な素材はこんな感じですね。今回アルハイゼンと一緒に新マップが実装されるので、だいたい必要な素材が新マップで取れるものになってますね。素材ボスとか、あとは、特産品もそうですね。まあ、なのでなかなかすぐにレベル90は難しいかもしれません。既存の素材でいうとエルマイト旅団の素材をめちゃくちゃ使いますね。アルハイゼンのモチーフ武器もエルマイト旅団の素材を使うので、だいたい白50個ぐらい、緑120個ぐらい、青90個ぐらいはテンプレベル8だったりレベル90にするのに必要になってきます。それでは改めて性能について話していきますが、まず最初にアルハイゼンがざっくりどんなキャラなのかについて話していきます。皆さんもうご存知だとは思うんですけども、アルハイゼンはスキルもしくは爆発で攻撃が草元素に変化する激化パーティー向けの草元素アタッカーだと思います。例えば元素スキルを発動すると蓄光鏡というものを生成し、それを持っているときはアルハイゼンの攻撃が草元素に変わり、さらに追撃を起こせるようになります。で、元素爆発も無難な範囲攻撃となっています。で、蓄光鏡を持っている場合攻撃回数が増えたり、もし持っていない場合は蓄光鏡を生成することによってスキルを発動しなくても草元素攻撃ができるようになるようです。まあ、パッと見国性に性能は似ているように見えるんですが、追撃があるおかげでヒット数が多そうに見えるので激化回数はかなり多いんじゃないかなと思います。追撃の攻撃範囲もそこそこ優秀に見えるので、対複数戦もある程度戦えるんじゃないかなと思います。次にアルハイゼンのモチーフ武器がすでに公開されているので、この性能からアルハイゼン自体の性能について考察していきます。アルハイゼンのモチーフ武器は基礎攻撃力が542、会心ダメージが 88.2% ですね。バンガンと一緒で低い基礎攻撃力の代わりにオプション値が高くなっています。武器効果としては会心率が少し漏れていて、あとは元素熟知の量に応じて通常とスキルのダメージアップ効果があります。この効果は通常攻撃で元素ダメージを与えた後を獲得することができ、12秒に1回最大28回発動できるようです。まず一つ目に言えそうなこととしては熟知盛りが大事なのかなということですね。この武器基礎攻撃力が低いですし、熟知に応じてスキルと通常攻撃のダメージアップもあるので、もしかするとアルハイゼンは攻撃力よりも元素熟知を優先してあげるキャラなのかもしれませんね。なので例えば砂時計は元素熟知のオプションにする可能性もあるのかなと思いますし、あとは固有テンプがまだ分かっていないので、もしかすると元素熟知関連の何かがあるかもしれません。続いて2つ目に分かることは、アルハイゼンの固有ステータスは会心率の可能性が高そうですね。まあ、これは他のキャラでも言えることなんですが、モチーフ武器が会心ダメージの場合、だいたいモチーフ武器のキャラクターは会心率だったり逆になってますよね。まあ、もしそう仮定するとアルハイゼンの固有ステータスはレベル90で会心率 19.2% になるはずので、もしモチーフ武器を持つ場合は初期状態で武器無凸の場合、会心率 28.2%、 会心ダメージが 138.2% からスタートします。まあ、なので会心率の冠を装備すれば 60% ぐらいになると思うので、まあ、結構その時点で1対2ぐらいのいいバランスになってますね。で、最後のポイントですが、スキルのクールタイムは12秒ぐらいなのかなというところですね。この、通常とスキルのダメージアップ効果は12秒に1回獲得できるということなので、まあ、まず12秒より短いスキルクールタイムになっていることはおそらくないと思います。まあ、もしクールタイムが12秒なのであれば、おそらく、草元素の付与状態は10秒ぐらいは続くんじゃないかなと思うので、まあ、割と表で戦う時間が長いキャラクターになりそうですね。ここからはもう少し詳しく各テンプについて分かっていることを話していきます。まずは通常攻撃と銃撃ですね。まあ、こちらに関しては一般的な最大5段の通常攻撃となっています。銃撃も特に特徴はなさそうでしたが、なんか二刀流になってすごくかっこいいモーションになっていました。まあ、考察も特にすることはないんですが、テンプレベルはおそらく最優先で上げる必要がありそうですね。続いては元素スキルです。元素スキルは発動時に草元素ダメージを与えて蓄光鏡を1枚生成します。もし1枚も蓄光鏡を持っていない場合は追加でもう1枚生成します。この蓄光鏡を持っているときはアルハイゼンの攻撃が草元素に変化します。この効果は他の元素で上書きされないので、貫突のベネバフの上でも草元素のままですね。
この蓄光鏡を持っているときに通常攻撃を命中すると、蓄光鏡の数をもとに草元素の範囲ダメージが与えられます。まあ、おそらく蓄光鏡の数が多ければ多いほど範囲ダメージの攻撃回数が多かったり範囲が広がったり、まあ、そういうのがあるのかなという感じがしますね。でこの蓄光鏡は最大同時に3枚まで持つことができます。で時間の経過で1枚ずつ蓄光鏡は消えていき、アルハイゼンが退場するとこの効果はクリアされるようです。でここからは考察になります。でおそらくこの蓄光鏡による追撃というのは通常攻撃扱いではなくってスキル扱いになるんじゃないかなと思います。なので剣闘士4セットの通常攻撃バフとかは乗らないのかなという気がしています。2つ目にモチーフ武器からの考察でも話しましたが、スキルのクールタイムがもし12秒と仮定する場合、最大蓄光鏡を3枚所持できるので、まあ、1枚あたり4秒ごとに消えると考えるとちょうどクールタイムと合うので、1つにつき4秒間ぐらい維持できるのかなという気がしています。ただ現状スキルオーツだけでは蓄光鏡を3枚所持することはできなさそうなので、こういうテンプで何か持っているか、もしくは凸効果で3枚所持できるようになるのかなという気がしています。ただしこの後話しますが、元素爆発を打つことでも3枚蓄光鏡を獲得することができるので、先に元素爆発を打ってから3枚獲得して通常攻撃を打って1枚消えたらスキルを打つというふうに回していけば、3枚維持できる時間は伸ばせそうかなと思いました。このコンボの場合はギリギリを使う場合は特にいいのかなと思っていて、まあ、元素爆発から打つので、酸素を溜まった状態で戦えますよね。で逆にもしスキルから始める場合は、スキルを打った後に2枚獲得して通常攻撃で8秒かそれぐらい戦って、亡くなったら爆発を打ってまた3枚獲得して通常を打つ、といった風に技を回していけば蓄光鏡の維持はできそうかなと思いました。続いては元素爆発ですね。で元素爆発は草元素範囲を複数回与えるような技となっています。で蓄光鏡を持っている場合はそれらを全て消費して攻撃回数を増やすようです。で元素爆発を打った2秒後に元素爆発発動時に消費した蓄光鏡の枚数に応じて蓄光鏡を獲得することができるようです。まあ、1枚も消費しなかった場合は3枚蓄光鏡を得ることができて、逆に3枚消費した場合は1枚も蓄光鏡を生成することができないようです。でですね、考察としては、まあ、先ほども話しましたがスキルを使わなくても元素爆発指導すれば3枚蓄光鏡を獲得することができるので、まあ、この時点で草元素付与はできるんですよね。まあ、この戦い方が強いかどうかは、実装されてから試していきたいですね。でこれも先ほど話しましたが、スキルでは最大2枚しか蓄光鏡を生成することができないので3枚消費するというのはそもそも実現できなさそうですよね。まあ、なのでやっぱりこういうテンペで蓄光鏡を増やす手段というのは持ってるのかなという気がしています。はい、ここからは武器や生物など装備の選択肢についてお話ししていきます。まずは武器の選択肢として星4武器から話していきます。今回相性が良さそうな武器3つ取り上げました。まず1つ目は黒剣ですね。でこの武器は気候課金してれば確定入手できる武器となっています。で回心率とダメージバフを確保できるので、まあ、通常攻撃ダメージは伸ばしやすいですね。ただもし蓄光鏡の追撃がスキル扱いの場合はこの通常ダメージバフは乗らなくなってしまいます。で次は鉄砲の刺しですね。でこの武器は単装武器なので無課金の方でも確定入手できます。で元素熟知とダメージバフのおかげで激化火力を上げることができますね。ただ回心率回心ダメージを盛ることはできないので生物で頑張るしかないです。で最後に甲虫流銀ですね。でこの武器は攻撃力とダメージバフを両立できるバランスがいい武器となっています。アルハイゼンの場合ヤエミコとかフィッシュルとかもしくはまあクキシノブとかそういった雷キャラと一緒に組ませることが多いと思うので、まあ、そういった場合雷元素を敵につけ続けることがしやすいのでダメージバフを確保しやすくなりますね。まあ、実はちょっと雷がついていないタイミングとかもあったりするんですが、まあ、あまり気にする必要はないかなと思います。ただこの武器も回心率回心ダメージを盛ることはできないので生物で頑張る必要があります。続いては星5武器ですね。でまず最初にアルハイゼのモチーフ武器ですね。おそらくモチーフ武器になっているので一番相性がいい武器なんだろうと思います。でこの武器は元素熟知を盛ることで激化の火力と素の通常スキルダメージの両方を強化することができます。ただこの武器を使うとダメージバフを盛ることができなかったり現状草ダメージバフを盛るキャラも少ないのでダメージバフ不足になりがちな可能性があります。続いてはキリギリの開口ですね。
この武器はバランスよく会心ダメージとバフを確保することができます。現状モルス手段が少ない草元素バフを確保しやすいので結構いい武器なんじゃないかなと思います。あとは基礎攻撃力が高くなっているので激化をしない時の火力も出しやすいですね。最後にザ汎用武器でおなじみの万眼結録ですね。この武器は高い会心率と無難な攻撃力アップのおかげで無難な火力を手に入れることができます。でアルハイゼンの場合、基礎攻撃力の低さというのは熟知を盛ることによって激化でカバーすることもできるので、まあ、そんなに影響はないんじゃないかなと思います。でただモチーフ武器とかギリギリに比べると、まあ、おそらく火力は若干控えめになるんじゃないかなと思います。まあ、他にも波乱月白仏とかも相性は良さそうだと思います。続いては生物セットについて話していきます。おそらくアルハイゼンが一番火力を出しやすい生物セットは金メッキ4セットなんじゃないかなと思います。まあ、パーティー次第ですが最大で元素熟知を230確保することができるので、まあ、かなり破格の効果ですね。ただもしパーティーに森林4セットを持っているキャラがいない場合は森林4セットにするのをおすすめします。まあ、これが一番火力を伸ばしやすくなりますね。まあ、とはいえ4セットというのはサブオプションの厳選とかも難しいので、あまりいいものがない場合は森林2セットプラス攻撃 18% もしくは元素熟知80でも十分強いんじゃないかなと思います。もし基礎攻撃力が高い武器を装備する場合は攻撃 18%、 低い武器を装備する場合は熟知80でいいんじゃないかなと思います。で生物についてはアルハイゼンの固有テンプだったり持つ武器によって変わるかもしれませんが、まあ、攻撃か元素熟知どちらかになると思います。で杯は草元素でいいんじゃないかなと思います。もしナヒーダみたいに元素熟知を盛ればバフが獲得できる場合はもしかすると熟知でもいいかもしれませんが、まあ、基本草元素バフでいいんじゃないかなと思ってます。あと冠については会心系ですね。最後にパーティー考察について話していきます。アルハイゼンが一番輝く編成というのはやっぱり激化かなと思います。例えば草共鳴を発動した激化パーティーであればアルハイゼン、ナヒーダもしくはヨーヨー、雷枠にフィッシュル、ヤイミコ、シノブなど、あとは自由枠で勝利とか入れることができる、まあ、こういったパーティーがあるかなと思います。草共鳴によって元素熟知が上がるのでアルハイゼンの激化が強化されますね。でフィッシュルもヤイミコもシノブも持続時間が長いスキルを持っているのでアルハイゼンが表にしばらくいても激化を維持しやすいというメリットがあります。でこれまでこういったパーティーはヒーラー枠シノブしかいなかったんですが、今回ヨーヨーも実装されたおかげで草のヒーラー枠にヨーヨーを入れて雷枠にフィッシュルやヤイミコなどの強力なサブ DPS を入れることができるようになりましたね。他にも草共鳴だけでなく雷共鳴も入れてしまうパーティーもありかなと思います。パーティー編成は前のとほぼ変わらないんですが雷キャラを2人入れるといったパーティーですね。このパーティーは全員激化を起こすことができるのでヒーラー以外は全員火力を出せるいいパーティーなんじゃないかなと思います。あとは雷共鳴も入ったことによって元素粒子の効率も少し上がりますね。このパーティーも特に欠点はないんじゃないかなと思います。他にも一応岩共鳴を使った激化パーティーもありかなと思います。この場合は雷キャラをフィッシュル、ヤヤミコ、シノブから1人選んで岩キャラを運金、勝利、アルベドから2人選ぶといった形になるかなと思います。このパーティーのメリットとしては岩共鳴によってアルハイゼンが不足しそうなダメージバフを稼げるという点と、運金であれば通常攻撃のダメージアップ、アルベドであれば元素爆発による熟知アップ、勝利であれば草元素耐性ダウン、どのキャラもアルハイゼンとそれなりに相性がいいですね。ただ欠点としては勝利がいないとシールドを張りにくいと思うので岩共鳴の効果を生かしにくくなってしまうかもしれません。あと運金の通常ダメージアップはアルハイゼンのスキル追撃には乗らない可能性があるという点ですね。この他にもですね、一応超開花だったり烈開花のパーティーの草元素付着役というのもできなくはないかもしれないとは思うんですけども、例えばアルハイゼンのスキルのクールタイム次第では草元素の維持ができなさそうだったり、あとは激化が開花のたびにリセットされてしまうので、アルハイゼンで強く戦いたいという場合であればやっぱり激化パーティーを組んだ方がいいのかなと個人的に思います。はい、以上がアルハイゼンの現時点で分かっている情報からの考察となります。いろいろ性能面の話をしましたが、まあ、個人的にはもうスキルも通常も元素爆発のモーション全てがかっこいいので、アルハイゼンの凸効果だったり、あとはこういうテンプが強くても弱くてももう貫突してたくさん使ってあげたいなと思っています。アルハイゼンの実装日は夜に貫突配信をする予定なので、もしよければそちらもお越しください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。